よし、頑張ろう。ドブドの動画、普通に面白かったです。あれ、でも、やっぱ明るさがうんちでしたね。そう、なんかブロックノイズがちょっと個人的になんか目立ってたなーっていう、なぜかは知らないけど。ありがとうございます、でも。もうちょっとやっぱ明るさを上げないと、この動画は、つか、デッドバイはダメですね。あ、家なんかやってんな。ちょっとやっぱ上げないとね。やってたな。こういうのって大体ね、ぐるーってしたらいたりするんですよね。いないか？早っ！ちょっと待って、どこ？あ、なるほど。ノンパーク。オッケー。ただ、これを見られた恐れがあるんだけど、ここに吊るすと、ちょっとトーテム壊されそうなんで、少し遠めのあそこに吊るします。こんばんは。おう、ニコレットさん、こんばんは。デッドバイやってましたね。フレンドのトップで、いましたよ。バベチリ反応ね、あ、あったあったあった。そこやってんのか。暗い方が雰囲気があったりしますけど、見づらいと本末転倒ですしね。暗すぎるのがダメなんですよね。ここいたりしないか？しないよね。戻りまーす。一回。オッケーオッケー。ニコさんこんばんは。さんこんばんは。まあ、こっち走ってたの。やってましたけど、私やっぱりまだ練習不足。あー、なるほど。どんどん、あれでしょう。あの、俺と一緒に上手くなっていきましょう。俺もまだまだ下手くそなんで。ノアさんこんばんは。やってたら上手くなりますよ、多分。結構終わったね。こっち歩いてましたね。早っ！マジか。あっち走ってたな。で、これで貪られる希望のトークンが2つ。わあ、この人運悪っ。これ3回目ですね。まあそこの、ちょっと、なんだ？何の爆発だ？やばいこれは。これまずいやつ。やばいやばいやばい。壊すな。あぶね。昨日の一緒にやったゲームの写真めっちゃ気に入って、ハセボー君もアップしました。あ、本当ですか、よかった。気に入っていただいて。あんまうまく写真撮れてなかったからよかったです。あれ面白かったですよね。いや、狩りの興奮あってよかったな。これは格ゲーでいう画面を見てないタイプやな。あぶねえ、マジで。トークンじゃなくて、トーテム壊されるとこだった。怖いねえ。あ、やばい、バレてる。まあ、痛いんじゃないですか。殴ってるんでね。あ、オッケーオッケー。シャープさん、私のこと見てて照れますね。シャープ、シェープさんね。ガン見してましたね。怖いな、ここのトーテム絶対壊そうとしてくるんだけど。でも、あいつ助けられたらワンパンモード発動なんで。もうバレてんだよな。ある程度、この人たち。ここめっちゃやってるね。蹴りに行こう。あ、ここ終わるかな。うお、やりよる。いや、追うより蹴ろう。やばいね、これ。バレてるよ、バレてるよ、バレてるよ。まずいよ、まずいよ、まずいよ。やらせねえよ、おい。やらせねえよ、お前、おい。あ、マジか。待って、あんまそっち行くと、むさぼられる。私、これから僕のヒーローアカデミア見ますから。あ、これからも頑張ってください。了解です。見てきてください。楽しんでください。いってらっしゃい。おう。
助けないっすね、なかなか。いってらっしゃい。いってらでーす。やばいね、これ。助けてほしい、早く。助けてくんないかな。オッケー。これで、ワンパンモード発動なんで。行ってきます。これダメだ。大丈夫かな？いってらっしゃい。楽しんできてください。ここのトーテム壊されたくないんだよな。大丈夫かな？何のトーテムかわかんないけど。なんで？あそこのトーテムもまずいね。あそこのトーテムもまずいっすね。オッケー。あぶねえ。ふわっぶねえ、マジで。焦った。やばい、あそこも壊される。いましたね、走ってた、走ってた。怖い、怖い、怖い。で、これでワンパンモードなんですよね、こっから。ずーっと、トーテム破壊されるまで、ずっとワンパンモードっていう。だからトーテム死守したいんですけど、やばいね、この爆発は。この爆発はまずいよ。よいしょ。怖いな。怖いね、ちょっと。これうまくいったら、これ動画にしようかな。これいる？オッケー、いない。で、ここもなしと。オッケー、いいよ。オッケー、オッケー。怖いね、怖いよ。ただ、荷吊りしてるんで、これ。オッケー、一人助けたね。オッケーオッケーオッケー。これ、トークン5個。お、いいね。これから、まあ、ちょっとね、見ててほしいものがあるんですけど、これね、トークン5個貯まると、ウルメモができるっていう。めったにね、たまることないんですけどね。たまったら強いっていう。ただ、たまるまでが難しいっていう。守りながらね、立ち回らないといけないんで。ちょっと難しいんですけど、たまったら凶悪ですね。ただ、今回結構直線になって、ヒルビリーと相性いい感じで、生成されてるから。ここら辺、うろちょろしようかな。発電機も一直線にあるし、これは、生存者相当不利じゃないか。いるね。なんかデビキンもいるね。よいしょ。オッケー。うまくいきそうだな、これは。トークンとトーテムってどういうシステムのものなんですか？トーテムがさっき骸骨光ってたじゃないですか。あれが存在し続ける限り、まあ、その能力が、なんて言うんだろうな、維持し続けると言いますか、その能力がずっと続くっていうものなんですけど、このトーテムが破壊されたら、その能力もなくなるんですよ。で、その能力っていうのがトークンなんですよね。右下のパーク一覧の一番上見てもらえればわかるんですけど、5って書いてあるじゃないですか。
これがいわゆるトークンってやつで、これが5個貯まると、まあ、こういう、ずーっと殺害できるモードっていうんですかね。それになれるわけなんですよね。でも、トークンじゃなくてトーテムが破壊されると、この能力もなくなるっていう。あ、いた。やった!全滅できましたね。今の外したのは下手くそすぎたけど。なんだよな、ここ。ぐるぐるして、行って、血の渇望を発動したんで、これは、追いつくんじゃないかな?おい!よし!これうまくいった。あんまうまくいくときないんですけど。やった!これ動画にしようかな。ってことで、動画の方に向けて、挨拶するんですけど、見てくださってありがとうございました。